倉谷氏は、室町時代の越前国にあった足利氏の一門。三大将軍、足利義満の子であった、義継の子、継旬春に始まるという説があるが、欧州芝氏の出身ともされる。いずれにしても足利一門の中でも価格は高く、倉谷御所と称した。戦国期には、越前国主朝倉氏の各省として偶され、隕石関係を重ねた。 越前名称史等によると、倉谷氏の祖は、足利義光の子義継であるとされる。欧永23年、上杉全州の乱の際に、義継が、兄の将軍義持と対立して、逆命を受けたため、右、表佐継春は、越前に逃れ、今立軍安谷将に従して倉谷御所と称したという。また、義継の後は、家門と 継ぐ時、大お部大輔継ぐとと続いたという。ただし、義継の子については、俗軍書類中書集の足利屋かにき等の経図にも記載されておらず、義継の子について記した良質な資料は存在しない。これらの説は、江戸時代に、流布されていた、倉谷氏経図によるものである。以上の倉、谷氏を、足利義継の子孫とする説は、 江戸時代の越前に流布した倉谷系図によるもので、欧州芝系図には、芝仙教の古豪町が越前に移り住んで、倉谷氏を相続したと記されているが帰り見られていなかった。佐藤経は、良質な系図が残っていないものの、芝市一門の中でも、価格の高い欧州の一族が越前に移り、芝市宗家が浅倉市に追われた後は、越前における、 芝一族諸子の中核的存在になったこと。当時安谷氏は、芝一族と認識されていたのに対して、足利将軍家の出であることを示す、同時代資料は見られないこと。さらに当時の土地文書から、倉谷氏の所領はもともと、芝士宗家のものであったことが確認できることから、倉谷氏は、将軍家出身ではなく欧州芝氏の流れを引く、有力一門で、後に、 芝市総家に代わる存在になったとする。芝義俊氏が、将軍、足利義直の求めに応じて、文明13年にまとめた、芝家府に、芝の先祖は、高常の弟の佐京県大部家県というもので、関東の地行地、芝軍に、家県を置いたことから名字を芝とし、その子孫は、今日も関東にある。 近年越前へもその一族が移ってきて柴と名乗っていると記されている。また、英章11年成立の欧州余る目記録が載せる欧州短大、大崎乗金の文明3年から5年頃の記事によれば、越前には、武衛様ご一家、柴殿、千北殿、五条殿、末の殿へは、近城と書き上げると、圧礼の諸殺令を取ることと記されている。 ここでいう越前の柴殿は柴家父の欧州から移り住んだ柴一族と同じものと見られる。永正八年成立の大崎や鹿島社古記録は欧州の柴殿は越前の柴をお持ちなので柴殿と呼ぶ。東国の柴の里へ下って四代になるといい、欧州柴市の下に越前の柴を位置づけている。時代は下るが、 蓮ン氏市総長が編集に関与した、今川家府に、八種の子孫は、欧州芝、同国の大崎、ではの最上、越前暗国、同国の王の、尾張の武衛などである。ただし、尾張の武衛はこの家の着流である。これを、尾張流というとあり、ここで、倉田日首は、芝氏一門として現れる。足利高常の四男。 義行の子孫で官僚家となった柴氏宗家はもっぱら、武衛と称されているが、その一方で本願の柴軍には、家県の子孫ともあるいは、高常の長子課長の子孫ともいう欧州柴氏が、南北朝時代以来定着しており、柴殿とは彼ら及び越前に移った一族の当主を、指した。佐藤は、荷川近本の、 親元日記鑑賞6年3月28日上などに見える柴四郎三郎殿を越前柴氏であるとする。そして倉谷を漁していた柴青面が朝倉隆氏鈴花式に見える朝倉隆景の長女が貸した倉国天であろうと見る。佐藤は没落していた欧州柴氏の勢力が戦国中期に一時的に回復した様子が見られることについて 倉田西から、千本という人物が下って、欧州芝氏を再興したという書伝から、その可能性も指摘している。なお佐藤は、芝吉都氏と、境宗を同一人物と見て、倉田西の名跡を継承したとする説には、矛盾があり再検討すべきとし、芝義門の実家渋川氏はむしろ、加賀国から越中国にかけての一体につながりを持っており、戦国時代に、 渋川市や官僚柴氏の一族がいた可能性が高いのは加賀方面で倉谷氏とは直接の関係はないと見る。倉谷御所は越前守護柴氏の日後下にあったが、やがて柴氏は家督継承をめぐって柴吉都氏と柴義門の2杯に分かれ、これが一因となって応仁の乱が起こる。乱の最中、東軍の総大将、官令、細川勝元は、 芝氏悲観で西軍の有力武将であった朝倉高影を寝返らせ、越前支配を認めた。芝吉都市、吉弘親子は越前の回復を目指し、乱後も幕府にたびたび訴訟を起こしたが、幕府は朝倉氏の武衛の三死を条件とする調停案を示した。ここで朝倉氏は、芝吉門の子を名目上の越前国主。 芝氏投手として立てることでその条件を遵守する形を取り、吉都市、吉広派の越前回復の主張に対抗した。この吉門の子を芝吉都市に否定し、これが女性として倉田氏の名跡を継承したとする考え方もあるが、断定はできない。応仁の乱後朝倉氏が、名実共に主語となると、倉田氏は、 朝倉氏の確証化し越前随一の名門として、また代々朝倉氏と隕石関係を結んで一定の権威を保持した。倉国語節口の即女は、朝倉義影の側室になっている。後に、足利義明が義影に庇護を求め、兄である将軍義輝を討った三好三人衆と、松永久秀を討伐するための出兵を求めてきた、時、義明の従者であった。 明智光秀が吉陰に取り入って家中に勢力を築いたが、津口は吉陰に残言して、光秀を退けたという。足利義明も吉陰が討伐の兵を挙げないことに、痺れを切らせ、光秀も朝倉や中において、立場を失ったことから、主従は、尾張の織田信長を頼ったが、皮肉にもこれで、大義名分を得た信長によって、やがて朝倉氏は滅ぼされる。 以後の倉、谷氏の実績は明らかではないが、信長の武将である、笹成政に仕えた倉谷民武将ゆのの長見える、足利義満。足利義持足利義継。そよぎおさむきよしきんつぐしゅん。つぐじ。つぐとも。以上の系図はを参考にしたもの。なお、同系図では、つぐしゅんから、つぐときの間が省略されている、可能性がある。 なお、俗軍書類10巻113系図部8の欧州馬系図では、欧州馬市の馬選挙の三男、馬郷長が越前国安谷氏を相続したとあるが、詳細な関係は不詳。ありがとうございます。